どうもドズルです。さあクラッシュロワイヤル見ていきたいと思います。先日ね私、レジェンド達成いたしまして、トロフィー3000あったんですが今若干、トロフィー落としております。落ちております。結構ね格上とばっかり戦うことがあって、でレジェンド達成した後ね私いろんなデッキをね、練習中でございます。やっぱりいろんなカードいろんなデッキを使えてこその、クラッシュロワイヤル楽しめると思っておりますので、ちょっとねアンリさんが使っているあの格上対策デッキプラス今ね今日ご紹介するのがダブルプリンスデッキですね。このデッキも非常に強いと言われているんですが、私まだまだ使いこなせておりませんので、まあそちらもね踏まえて私のダメなところも踏まえて、ご紹介していただく行こうかなと思っております。今日ねこれ今1本目のリプレイは相手レベル2つ上でねレジェンドじゃない、スーパーレアか、スーパーレアもレベル6とか持っている相手なんですが、あんまり上手くなくてね、勝つことができました。さあここで相手ね、ガーゴイル出してきたんですが、このプリンセスがねやっぱり強いんですよね。でプリンセスの何が強いかっていうと、トーナメントルールってあるじゃないですか。要はフレンドマッチですね。クラン内でフレンドマッチをするときにトーナメントルールというのが、クラッシュロワイヤルには実装されています。まあ、どういったルールかっていうと、カンストするにはすごい時間とお金がかかるじゃないですかこのゲーム。なんで、レベル8で打ち止めになるんですよね、トーナメントルール採用時っていうか、フレンドマッチの時は。なんで、大体ねこう大会とか、いろんなこうイベントとかの時は多分そのフレンドマッチ、トーナメントルールが適用されると思うんですが、このねプリンセスがやっぱりね、強いです。何が強いかっていうと、矢でねやっつけれないんですね。一撃で矢でやっつけれないし、絶対何かしらのユニットをね、使わなければ何ていうかな、矢のレベルが9以上だったらね一撃でプリンセスやっつけることができるんですが、トーナメントルールだとね矢のレベル8が上限なので、結構ねそう考えるとプリンセスっていうのはトーナメントルールでした時に強くなってくるんじゃないかなと個人的には思っております。でこのプリンセスをうまく使ったこのデッキなんですが、結構今ね、力押しで負けそうにはなっておりますが、相手のレベル6ドラゴンをねインフェルノタワーで焼き切りながら、ホグライダーにねやっぱバーバリアンとか、結構火力高い一気に、ね、処理できるユニットが強いかなと思っております。で相手のプリンス対策ですね、プリンスの対策がやっぱりしっかりできていないと、かなりねやっぱ一撃で、ダメージかなり持っていかれるので、まあ、ここね実は落とされちゃうんですが、この後に攻撃に転じます。さあロケットで、相手タワーを落としてきます。ここでもう相手、エリクサないなっていうのが分かったんで、プリンスそして、バーバリアンですね。ここで相手の、処理ユニットバーバリアンを落として、ここからまたダークプリンスです。このダブルプリンス戦法の一番の強みっていうのは、ダークプリンスを前にしながらプリンス後ろから追いかけるみたいな形が非常に強いんですよね。というのもプリンスの突撃ダメージ、これをねやっぱりタワーに入れたくて、でプリンスの突撃ダメージ2倍じゃないですか。あの2倍ダメージっていうのを、タワーに向かせてもどうせ小さいユニットでね阻止されちゃうんですよね。でそのちっちゃいユニットをダークプリンスで、突撃でね一撃で破壊した後にプリンスでタワーに、ダメージを与えるといったこのダブルプリンス戦法の非常に強いです、決まれば。ただねやっぱりねかなりエリクサーも消費しますので、まあ、使う場所とかもね限られてきますし、まだまだ私は、使いこなせておりません。今回なんかねこれプリンスが前線を出ちゃってますね。本当の形としてはやっぱダークプリンスが前衛の方が強いかなといったところ。ここで、ダークプリンスの一撃がタワーに入りますが、やっぱりねプリンスのダメージの方が、相手のタワーに対してね効果が絶大なので、ちょっとここら辺をね、もう少し練習していきたいなといったところです。さあ相手のプリンセスがタワーにターゲットを取った瞬間に、こちらプリンセス出しました。プリンセスで相打ちさせてもよかったんですが、プリンセスで相打ちさせちゃうと、それだけねこちらが同じだけのエリクサを使わされてしまって、要は相手防衛用のユニットとして使っているユニットを、同じエリクサ分使わされてしまうと、かなり不利になってしまいます。なんでなるべくね、このように今も、ウィザードをバーバリアンで囲んで、ウィザードがインフェルノタワーをターゲット取った瞬間に、バーバリアで囲むといった感じで、相手のそのユニットに対して真正面から戦うのではなくて、相手のユニットのターゲットがずれた瞬間に別のユニットで処理していくという考え方がね非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。
ここちょっともったいなかったですね。ここの、プリンセス処理、プリンスでやったんですが、ちょっとややこしいな。プリンセスの処理をプリンスで行ったんですが、ちょっとね、ダメージを受けてしまいました。プリンセスね、やっぱバカにならないダメージ力持っていて、で射程が非常に長いので、プリンセス対策っていうのはね、必ずデッキに、組み込む必要があります。まあ、今回はこちらもプリンセス持っていたので、プリンセス同士でね、うまく相殺できるんですが、こことかね、ガーゴイル一撃でやられちゃうんで、やっぱりちょっとプリンセスっていうのは強いなというところですね。ここゴーレムをインフェルノタワーにターゲットを取らせて、プリンセス、そして、ダークプリンスですね。ダークプリンス突撃ダメージをバーバリアンで当てちゃうと非常に弱いので、今みたいにね、突撃する前にバーバリアンを当てちゃうっていうのは一つの作戦なんじゃないかなと思います。さあ相手の、ガーゴイル、そしてプリンセスに対して、矢の意味で一気にこの形ですね、今やっと決まりました。ダークプリンスで細かいユニットを破壊して、プリンスでなんかややこしいけど黒いやつですね、ダークプリンスで突撃ダメージで、細かいユニットを一掃してから、プリンスの、突撃ダメージで相手のタワーを攻撃するといった形のこのデッキの最大の強みを、最後にね、決めることができました。はい、ということで今日ちょっとプリンセスだったりプリンスだったりダークプリンスだったりね、すごい分かりづらかったかもしれませんが、結構この3枚がね、キーカードになることが多いです。コートロ隊だとこの3枚がキーカードになることが多いので、ぜひね、この3枚を持っている方はうまく、使う練習私と一緒にやっていただければなと思います。私もねちょっと練習して、もっといいリプレイ見せれるよう頑張りたいと思います。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。クラロワ攻略域、私たち運営しておりますが、こちらもですねどんどん、内容が充実してきております。またですね、クラロワ攻略域一緒にね、いろんな内容を作り上げていきたいという方も、大募集しておりますので、ぜひね、攻略掲示板というところで、いろいろねこうなんていうかな攻略内容を書いていただければ、協力していただければなと思います。はい、ということで、今日はこんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。